い、皆さんこんにちは。ローザショー見ちゃいました、はい、メンインブラック、ね、見ましたね。これ今回はね、評価多分微妙だと思うんだけど、うん、とにかくローザショー見たんだから重ねて、ね、ね、あのやっぱりアークライトシアターのドームシアター一番でかい、でかい1000人ぐらい入れるのかな。そうそう、その、一番前のど真ん中の席。でも空いてたね、空いてたね、ガラガラだったね。すごいびっくりしちゃったよ。まあ、他のね、なんだろう、CM も見たんでね、やっぱりすごそうだったのがターミネーターです。サラコナかっこよかったね。あれどうなんだろうね、ストーリー全然見られないで、年取ったらシュワルツェネッガーが出てきちゃったりしてて、非常にあれだったけど、これも楽しみですね。ちょっと気になるね、すごく、ね、気になります、はい。ただメインブラック1、2、3があって、今回のがあると、ね、それも含めて役者も相当良かったんで、その役者の話もしましょうね、はい。なんといっても本当ソーのね、あの映画の中の2人が出たってこととか、はい、うん、あとはすごいですよ、このジュラシックパークの女の子。行きましょう、ジョリーにクビッタケイ。でも最近のハリウッド映画はさ、うん、中国の匂いが消えてきていいねって感じ。今回特に感じたね、うん、あのね、車レクサスが出てきた、うん、で右ハンドルだよね、レクサスって日本だから。トヨタは左ハンドル、ね、あれ面白いのがさ、なんか女の子が私が運転するって言って左に乗ったらさ、ハンドルついて乗って、普通こっちになるべきなんだけどとか言って。すごいよレクサス、映画の中のターボで空飛ぶんだからさ、ね、なんだろうね、デロリアン号を思い出すよ、ね、うん、そうそう、まあとにかくね、そういう意味では最近 の、 あのハリウッド映画ってことは新日のもう日本映画になってきてね。中国の映画一切感じなかった。中国排除すごいね、うん、ね、中東とかは出てきたけど、うん、中国は一切出てこない。さあ、それで映画のストーリーってどんなの、はい、言って、うん、ダメだ、ストーリー言わないと。みよちゃん、ストーリーを言うのは一つの勉強ですからね。まあ、難しいな。でも何、なんか宇宙のなんかエッフェル塔となんか異空間がつながって、そこからエイリアンが来る入り口があるので、そこからなんか世界を征服しようとしてる、はい、うん、まあまあその前にね、大前提の話っていうのがあって、うん、要するに宇宙人っていうのはみんなに内緒だけでいっぱい来てんだよって、で日本でいっぱい住んでんだよってことね、うん、地球にいるんだよね。そしてその入国管理みたいなのもあるし、それを管理しているやっぱ警察みたいな組織でメン・イン・ブラックって MIB っていうのがあるわけだ、うん、で過去のね、人間たちもいっぱいいて、それこそ昔あのトミー・リー・ジョーンズが出たりとか、あとなんだかウィル・スミスやった時代のやつも壁にかかってて、ああそうか、これ昔の見たんだなみたいな中に、うん、新しい2枚目のイケメンの映画のね、うん、要するにアベンジャーの総役やってるあの男が出てくるわけだ、うん、で今回総役の男の子はすごくスマートで、筋肉全然見えない感じしてんだよ、うんうん、でもう本当にあの女たらしのイケメンっていうね、うん、でそれに小さい頃になんか宇宙人の関係で誰かが来てメインブラックに記憶をあの消されちゃったお父さんとお母さん、うん、で本人だけは目を隠して記憶が残ってるやつがどういうわけだかメインブラックに入るんだよね。CIA のあれをやめて、うん、CIA から移ったのかな、そんなような役だった、うんうん、それであのイケメンと組むんだ、うん、それでね、あのとにかくあの宇宙からその地球を占領しに来て、そのある宇宙人の持ってるものすごい兵器があるのね、うん、その兵器を奪いに来ようとした人間たちがいて、そいつらとバトルをするんだ、うん、で最後は実はそのメインブラック の、 あの中の組織の中のお偉いさんだった人間が実は宇宙人で、うん、あの裏切って大変なことになって、もうすごい戦いな、全部で寝ていっちゃったよ。寝ちゃったね。あ、そういうあれなんですよ、うん、で役者がいいんだよね。スターウォーズのさ、クワイガン人役のね、あの彼とか、うん、ということジュラシックパーク の、 あの女の子ね、女のなんだっけ、あの経営者側のやつね、あの T-Rex を連れてくる、うん、あの女の子が宇宙人の四本手の人間だったりとか、うん、クレオパトラみたいな、すごいよ、クレオパトラみたいな格好ですごいんだよ役者が、うんうん、だから豪華だよね、豪華だったね。ところがじゃあ感想はって話になるとちょっと変わってくるんだよね、うん、正直言ってどうでした感想。なんか不完全燃焼な感じです。軽すぎるね、うん、あの二人のほら層のイメージがすごい強くて、あの時のあれが迫力のある強さとかそういうのが全然表現されてなくて、そう出てなかったなって、軽いんだよねなんかね、うん、映画がね、彼らのキャラじゃないかもしれない、うん、1時間55分って言ったけど、まあ、どうなんだろうな、うん、なんか彼ら の、 あの魅力が不完全に最後のエッフェル塔の戦いでもさ、なんかさクライマックスがさなんかいまいちなんだよね、うんうん、やっぱり今のところゴジラとかあのアベンジャー見てるからかもしれないんだけど、あそうか、贅沢になっちゃったかな、クライマックスが随分弱えなって感じです、うん、なんかあれでいいのみたいなさ、うん、それがね正直な感じ。あと役者のキャラクターうまく使ってないな、そうそうそう、うん、そこだね、あれが残念だった。あの面白いんだよ一つ一つは、どれも見てて面白いし、うん、いいんだけど、俺はメインブラックはね3が好きなの、うん、一番好き。
あ、1もいいよ、タイムスリップするやつ、そうそう、1もいいんだよ、いいよね、2もいいんだけど、うん、グロいんだよ、ゴキブリとさ、ミミズの、それ見てないかも、そう、だからメインブラックの3はやっぱりなかなか素晴らしいストーリーでさ、あのよかったね、うん、やっぱりトミー・リー・ジョーンズっていうさ、すごいあの最高の役者がいて、あの役者が若い頃に戻った時に、その若い頃役をやるさ、そのトミー・リー・ジョーンズの若い頃に多分そっくりだっていう役者がまた良くて、うん、あ、これは良かったね、最高に良かったと思うんだ、良かった、だからあのそういうことを考えて俺はね見たんだけど、今回はねどうだろうな、ちょっと、うんうん、ちょっと残念系に入っちゃったな、うん、つまんなくはないんだけど、不完全燃焼系だよね、うん、やっぱりね、もっとさ戦いがやっぱりもっとすごくないとダメだね、うん、あの二人のあれがいけないよね、そうで、あの要するに男の方はチャラいし、女の子の方もなんか少しあんま強くないんだよね、うん、あの子ってすごく強かったじゃない、うん、あのラグナロックの時は、うん、ね、うん、あれをね再現できなかったのはどうなんだろうな、そうだね、で一部はね少しねジョコ面白くてさ、なんかちっちゃなハンマーが起こってて、そのすごいモンスターと戦う時にさ、それを持ってさ、これ受けてみろみたいな格好があったんだけど、うん、ちっちゃいのは全然いかない、ポコンと当たって終わっちゃったぐらいの、うん、キャッチされちゃったんだよ、そうそう、キャッチされた、アメージングと言ってたけど、うん、結局さ、そういうさジョーク的な要素は入れてんだけど、うん、やっぱ強いシーン出さないと無理だな、そうだね、だから前のアベンジャーの時にね、ソウがほらデップリ太っちゃったじゃん、うん、あれでさえも違和感あった、でもデップリ太っても強かったから、強かったよね、うん、だからでもやっぱあのほら、うん、ソウの最後のさ、うん、やつシリーズの、うん、ラグナロックだけ、はいはい、あれが良すぎて、ラグナロックすごかったねあれね、ほんとね、だからそれ考えた時に今回やっぱり同じ役者を使ったんだから、やっぱ強い部分は残してあげなきゃいけないから、ね、うん、やっぱりあのね強くてなんもなんだよ、ああいうのって魅力が生きてなかったな、だからさ、それをさトミリー・ジョーンズとか、あと変な話だけど、あのなんだっけ、もう一人の黒人の方、あ、ウィル・スミス的にジョークだけに扱わないで、やっぱ強いところ出さないと、そうだね、どっちも強いんだから、すごく、うん、だからラグナロック、あのソウ・ラグナロックの時に出たキャラクターの2人とも一番強い2人が出てるんだから、うん、そこなんてことだけどね、まあでもね、はっきり言って笑っちゃったのは、普通の人はあんまり気がつかないかもしれないけど、一発でやっといたって、ジュラシックパークの女の子、うん、ね、あれはすごいですよ、なんか次のシリーズも出るんでしょ、あの子、あ、まあ、引っ張りたことだね、すごいね、うん、そう思った、うん、あとね、あと結構すごい有名な他にも出てたんだよ、あの女性のさ王代表、あれ王って、あれもね、いっぱい役者として出てて、あれだけ残ってたのが嬉しかったね、うん、あれ見て、あ、これがやっぱりね、そうだな、要するに、うん、あのメインブラックだなと思った、うん、誰が残してくれないってさ、そうね、全部変わっちゃうと、うんうん、そうね、違う映画になってるんだよ、だからそうやって映画ってダメになってくるから、あれ続編があるのかな、どうかな、難しい、あれだけの役者使ってヒットしなくて続編ないのかもしれない、どうかな、でもパッとしないからないかもよ、うん、ってことはダメだったんだ、見たらすぐその日で俺たちこう言ってんだから、うん、残念な映画ってことかな、うん、ダメじゃないけど、ちょっともう一歩足らないか、そうだね、だから俺は今回見なかったけど、アラジンとあともう一つは X ね、うん、あの面白い、俺が見て面白いのは X メンだと思うから、うん、そっとあの変な話だけど、月曜日か金曜日かどうか分かんないけど、うん、あのなんかの時に見てくるかなと思って、うん、あのそれはね、あのすぐ近くでね、うん、やっぱりね、映画って俺の一種の活力だから、見とかないとダメで、うん、ミュウちゃんは残念だけど X メンだな、あの予備知識が少ないんだよね、あんまり思い入れがなくて、うん、キャラクターもあんまり思い入れがないから、多分、うん、言ってもどうかなって、そうね、ワンツーとかスリーから最初から見てればよかったんだと思うけど、うん、X メン途中のどっかからしか見てないんだよ ね、うん、あとあれもなんだっけ、あのマトリックスとかも最後しか見てないから、マトリックス最後だけって悲しいよね、ワン見ないと、なんだか全然なんだか分かんなかった、そうそう、うん、エージェントスミスだね、エージェントスミスっていうのはもうロード・オブ・ザ・リングも出てきて、いろんなも出てきてるんだけど、うん、まあでもね、役者は面白いですよ、やっぱりいろいろ見てると、やっぱりその中でね、違うキャラに見えるから、だってあのメインブラックの時の総役のあの男の子なんかさ、どう考えても同じ人間じゃないでしょ、あの女の子もそうだよね、うん、全然違うよね、うん、そこ、 あとね一つだけ、その女の子役の幼い頃がそっくり、本当だね、あとすごいよく見てるね、本当に子供の頃かなと思っちゃう、うん、そう思っちゃうね、はい、そういうことで、まあ、とりあえずあのこのね、あの夏入り口のロードショー終わりました、あとね、はい、スパイダーマンホームカミングが、6月28日だって言ってます、うん、これは興味ある、うん、それともう一つ興味があるのが、やっぱりなんといってもターミネーターです、やっぱすごいわな、サラコナーやばい、サラコナーすごいね、リンダ・ハミルトン、本当に、
ダンテスピーク見てたり、ターミネーターの海とキャピキャピしたお姉ちゃんなのに、ね、あんなにすごいってことは、やっぱり映画俳優ってすごいねってことで、この勉強してマジックに活かしましょう。はい、そういうことで映画終わりました。これで一回気が抜けたということで、また来週になるかな。はい、どうもありがとうね、はい、さようならです。どうもありがとう。またロードショーで会いましょう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。